から30分、20分ぐらいかな、歌わせていただきます。よろしくお願いします。
一緒なんですよ、みんなと。なのでどこを見ればいいかちょっと迷ってね、ちょっと目があってもそらさないようにお願いします。岩国出身で山口県内で、を中心に活動しています原田裕子と言います。今日はよろしくお願いします。最近ではいろんなところで歌わせていただいておりまして、いろんなお祭り、ここの徳山の夏祭りでもこの間歌わせていただいたし、地元が岩国なので岩国のお祭りだったりとかそういうところで歌って、この間は日本ジャンブリーっていうのが今山口県では行われていてですね、世界中、日本中のボーイスカウトっていうそういう団体の子たちが、山口の阿智須にあるキララドームですね、そこでキャンプをして1週間近くもう泊まっているっていう話を聞いたんですけど、そこで歌った時にすごく自分もあんなんだったのかなって思うぐらいにすごくキラキラした顔をしてて、もう私が歌った時はすでに7日目とかもう1週間ずっとテントで暮らして、ずっとこの同じ人とずっと生活をしているっていう生活の中で、それでもすごくパワフルだったんですね。本当疲れた様子がなくて、それを見た時に私はすぐにこう、あ疲れたね今日もみたいな話をしちゃう自分をちょっと反省したというか、なので何事もこう楽しんでやればきっと大人というか仕事を頑張っている人たちも少しでも今日一日良かったね、楽しかったねって言える日が来るのかなとすごく思ったので、あの一日ですごく勉強させていただいたと思います。小学生に、高校生とかいました。でもその子たちがこれから大人になって、自分はどういう大人として映ってるんだろうなと思いました。24歳なんですけど、今少しでもあんな風になりたいなとか、大人っていいなって思ってもらえるような人でありたいし、そういう歌を歌っていきたいなと思いました。その子たちは今も多分キャンプ最終日ぐらいかもしれませんけど、今日帰った、今日帰った、あ、よく知ってますね。ねえ、そういうでも各地から来てるんで、大阪とか愛知とか、あと台湾とかいました。でもその子たちは一個のみんな同じ地球に住んでて、同じ空の下にいるということで、いろんな思いが届けばいいなと思って、空という曲を2曲目に歌いたいと思います。涙の叫び。
いたので、一曲手拍子なんかもらえそうな曲をちょっと歌おうかなと思います。ぜひ手拍子していただけると嬉しいです。 With You という曲を聴いてください。
これが一個のスタートになるように、これからもっと頑張っていきますので、またぜひライブとかありましたら遊びに来てほしいなと思います。今日どうもありがとうございました。